目が覚めましたか。ん？ああ、今どのあたりだ。すぐに大津です。1時間以内に阪神高速に入ります。案外淡々と走るんだな。長距離はその方が結果として早いんです。200キロクルーズができれば別ですが、多少のスピードの差は5分休憩すれば相殺されますから。好きなんだなお前、長距離クルーズが。好きですね。時々ふらりと行きます。様々な車の群れの中に身を置いていると、いつもは排気音でかき消されているエンジンそのものの音がはっきりと聞こえる気がして。お前は本当に車が好きなんだな。好きじゃないですよ。ただ走ることが好きなだけで。違うな。お前は本当は走らなくてもいいんだよ。どういうことですか。車をいじる、車で遊びに行く。お前はそういう車で何かをする人間じゃないんだよ。車そのものが好きなんだ。一番好きな車はなんだ。ブラックバードか、それとも。マーキー、今日はここまでや。近くのランプから艦上降りてブーチへ帰れ。ちょっと待ってくれ兄貴。まだお前まだまだその車のこと分かってへん。暑うなると事故るで。兄貴はどうするんや。俺はもうちょい流してくるわ。東京からお客さん来るみたいだしな。お客さん。ああ、じゃあな。寄り道せんと帰るんやで。いつまで経っても子供扱いや。しかしほんまにバケモンやな兄貴は。エボ5とエボ6の違いはあるにはあるけど、基本的に足もエンジンも同じ仕様なんやで。なのに同じようにコーナー立ち上がって踏んでいっても今一つ先に行ってしまいよる。もしうちの仕事のこととか何にもなくて兄貴がプロショップとして看板出してたら、間違いの今頃大阪一のチューナーやったのに。ポルシェの駅間に引っ張り出したっちゅうことは、その東京から来るお客さんの車って。そうや、ポルシェや。911ターボや。どうした。環状に合流したとき、路肩に止まっていた車がこの車を見て追い上げるように出てきました。待ってたとでも言うのか。そういう感じですね。すごい速度で追ってきます。車種は。ランエボです。なるほど、こりゃ待ってた面だな。どうします。好きなようにするさ、お前の勝手にな。おいおい、こてつまなく早いんとちゃうか。うっかりしてるとこっちが食われるやんけ。早いだけやない。こら負けどころのレベルとちゃうで。ほぼうまいなあいつ。早いですね。でも彼はまだ8分の走りですよ。道を知らないよそ者のためってわけか。こりゃ本物や。間違いのシメさんのお客さんや。減速してウインカーを出しました。ついてこいと言ってるみたいですが。かまわねえ、行け行け。面白いことになりそうだ。ですが今夜の目的は。
案外案内してくれるかもしれないぜ。しげさん、お客さん拾ってきたで。ひとみさん。よーしげ、10年、いやそれ以上経つか。親父になったな、お前も。そないなこともありましたわな。おい、エイジ、ビールないで。コンビニで買うてこいや。おっさん飲みすぎやで。全部一人で飲んでもうたくせに。アホ、今日は飲み明かすんや。なあ、北見さん。変わらねえな、お前は。ポルシェ、サイズちょうどええよ。確か全長4250ミリで、ホイールス2270ミリかな。ええ。大きすぎず小さすぎずで、手の内に入る最適なサイズって言いますよね。ランエボも同じくらいじゃないですか。残念、4350ミリ。10センチ長い。ホイールベースはもっと長いで、出るとこ出たらこの10センチが効くやろうね。ほんの10センチの長さが速度が乗るほど手の内に入りきれんようになる。まあ、せやせや北見さん、東京で働いてて帰ってきたやつがおもろいこと言うてましたわ。東京には噂じゃ GDR より速い初期型の Z がおる言うて。何を今さらそんなアホを言うたんですかな。いるよ、 Z が GTR より。は、走ってるよ。お前もよく知ってるやつだ。なんやて、まさか。 L ニッパ近い 3.1 ツインターボ、今も600馬力で走っているあの S30Z だ。そんなあの悪魔の Z が。悪魔の Z。シゲ、わざわざ大阪までお前に会いに来たのはな、その Z が関係してるんだ。うん。このポルシェ、ブラックバードにお前の作ったマフラーが欲しい。無理やて、そないな。いや、無理じゃない。お前ならほんの 2,3 日でできるだろう。けど作ったったら、シゲさん、恐ろしい爆音のやつ。この人らほんまにシゲさんのマフラー欲しいみたいやで。待ってる間俺が接待しといたるから。一目で分かったわ、シゲさんのマフラー入れたらこの人ほんますごいもんになる。その悪魔の Z っちゅうやつもお手上げやで、きっと。俺や、どや、お客さん起きたか。ええ、今食事してはるとこ。